健康第一でおなじみアイルーです。今回はヴァンパイア君を強化前に使っていく動画なんですが、この子使わんかわからないもの持ってるじゃないですか。視聴者さんたちに注意喚起したい。よくわからないものは飲んじゃダメだよー。お酒は飲みすぎたらダメだよー。うつ主はー、胃腸に無茶させてー、ゲロったよー。まんじゅうの中身はこしあんだったよー。冗談抜きで吐く吐くさってヤバくないっすか。あれ個人差あるのかな。吐き癖とかもあるらしいし、慣れたらレモン感覚なのかな。さて本題に入っていきますが、この子の能力は障害物投下でスコア獲得ですね。まあ昔のクッキーなので、スズメの涙ほどしか獲得できませんが、ちなみに新スキンの効果にもあるブドウジューススコアは体力を回復させる効果があります。つまりブドウジュースがそのままスコアアップされるだけとかなら、回復多い系クッキーになるのですよ。いや、説明省きすぎましたね。ご覧の通り変な変身をして障害物を投下してスコアを得るのと、定期的にブドウジュースを生成してスコアと体力回復を得ることができるのが、多分この子の強みです。ちなみに体力の減りが他のクッキーより早いらしいので、さらに速くするために聖杯も足せてます。それでもかなりの間走ってるので、体力回復能力は凄まじい。これがどう調整されるかですよね。ペットの子は体力回復ポーションを生成してくれます。二人ともモチーフはワイン関連なのかな。あれですね。すごい知識がふわふわしてて申し訳ないです。ちなみに、障害物投下に関しては、ライン版の頃からありますが、オニオンちゃんはその頃と違った形で実装されましたね。ヴァンパイア君も似た感じになるのかな。にしてもどうして雲館の時に出さなかったんだろ。スキンは出たのにね。編集日が変わったので話も変わりますが、皆さんはこの祭りをどうお過ごしでしょうか。ストーブやら回路やらなんやかんやあると思いますが、暖房は一日中つけていた方が電気代がかからないなんて聞いたことありませんか。あれ僕嘘だと思うんですよね。密閉された部屋ならわかるけど、うちみたいなスカスカ隙間風な家だと、ずっと温め続けるわけだから、めっちゃ電気代かかりそう。まあ小さなお子さんやおじじおばば、ペットがいる場合は、電気代気にせずつけようね。電気代気にするような家庭がそういうのもっちゃいかんで、諸説あるだろうけど、まあ家庭の事情はそれぞれだし、首突っ込むのもやぼってもんだね。首突っ込むって面白い言い回しだね。窓から首突っ込んで変なおじさんが文句言ってくる感じを想像しちゃうよ。どうでもいいね。ちなみに錬金術師ちゃんは紫色のブドウを狙って出すといいよ。そっちの方がスコアが大きいんだ。バトンに選んだ理由は、同じレア度で兄弟だからだね。不思議だね。みんなも健康に気をつけてね。のしー。